江戸川橋駅は東京都文京区関口一丁目にある東京地下鉄有楽町線の駅である。駅番号は Y12。江戸川橋江戸川橋とは駅付近の神田川に架橋されている目白通りの橋梁である。この駅名は1971年3月までこの地を運行していた路面電車の停留所名をそのまま踏襲している。江戸川橋の江戸川は 利根川水系の江戸川のことではなく、駅付近を流れる神田川中流部分のかつての名称である。同時にこの沿岸付近を指す地域名でもあり、かつて江戸川橋は桜や蛍の名所として知られていた。はじめか年代不詳の江戸川橋は、この神田川中流区間で最初に設けられた橋梁と言われている。河川の名称としての江戸川は1970年8月を、 もって神田川に変更され、消滅した。また、文京区内でも住居表示の実施に伴って町名が変更されたため、1966年7月までに沿岸の町名から江戸川を含むものが消え、江戸川町と西江戸川町が水道1町目、水道2町目、高楽2町目の各一部となった。町名変更後は当駅と橋梁の名称の他に、 付近の小学校や公園などにその名を止めている。島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札外とホーム会を連絡するエレベーターが設置されている。トイレは地下1階改札外にある。2006年に多機能トイレが設置された。2005年にホーム外壁が改修され、駅名標も大きな長方形に変わり、外壁のデザインも独自のものが採用されている。 当駅は、神田川及び道路下に計画された神田川分水路、首都高速5号池袋線の橋脚など、地形上の制約から S 字カーブ上にホームがあり、見通しが悪く、車掌だけでは安全確認をできないため、ホームの中ほどに二人の立場が立っている。2011年8月13日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は一番線が、 星野舞東海2番線が風薫る駅である。2020年度の1日平均乗降人員は4万180人であり、東京メトロ全130駅中72位。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下表の通り。最寄りの停留所は、都営バスの江戸川橋と文京区、コミュニティバス B イーグルの江戸川橋駅で、 以下の路線が東京都交通局と日立自動車交通によって運行されている。ありがとうございます。